こんばんは、1時半です。遅いんですけどね、寝ちゃってね、ちょっとお腹すいて食べたいなと思ってですね、作ります。漬け込んだんだよ、ちょっと前にね。結構唐揚げやってるけど失敗しないんだけど、どの温度でやっても失敗しないんだよな。あ、やべやべ、振りかよ、やべえな。ちょっと唐揚げ帽子来たね、これ E6、 安定の E6 来たね。行きまして、もうこれでもいいよ、もう行くよ、もう強引に。多分相当高い温度だと思うんだけど、温度が下がってくれば OK なんじゃない？これ普通に揚げてんのにさ、からだき帽子って感度が良すぎるだろう。なんかね、これ硬そう、鎧甲冑みたいな、戦国時代みたいなさ、武田信玄みたいな、風林火山みたいな。いまだに俺、風林火山の意味が分かんないんだよね。なんとなくでしか分かってない。俺いつも思うんだけど、これあっち揚げた後色つくの？これ置いといたらこれでいいかな。もう俺も配合間違えたか。狐色じゃないとさ、なんかうまそうな感じしないよね、はっきり言うと。まだ半分ぐらい残ってんだけど、肉が。お酒はね、ちょっとやめます。レモン買ってます。鶏天になっちゃったね。鶏や唐揚げだと思ったんだけど、健康診断が昨日終わったんで解放感があるんだよね。いただきます。鶏天になっちゃったよ、ほんと。うん、うまい。天ぷらですね。九州って鶏天とかめっちゃ食べますよね、大分とか。聖地なんて言われてんだよね。これはね、醤油とみりんと納豆のタレでやりました。うまいな。コロナ終わったら大分で食べてみたいよね。